はい、それではドボルザーク交響詩真昼の魔女3回目の解説を始めていきたいと思います。今日はですね、252小節目からの解説となります。はい、でここからはアンダンティになりまして、ゆっくりしたテンポになります。で、ベースはしばらく出てこないんですけれども、始まる場所は265小節目からになります。はい、でまあ、2小節前でバイオリンのファーストガードゼストでベイ の伸ばしをやってますので、それを聞いていただければ分かると思います。はい、でしばらくここからずっとトレモロが続きますので、まあ、最初はもうなるべく音量を抑えめにして、なるべく最初は弓を先のあたりでから始めるようにしてください。はい、で269小節目からクレッシェンドがかかりますので、そこからだんだん弓を根元に持っていきます。269小節目からいきますけれども、ここからクレッシェンドがかかりますので、徐々に持っていくというふうにしていただけたらと思います。はい、そして次のピューアニマートになりますのが273小節目、でここからまあ少し早くなるというふうには考えていただけたらと思うんですけれども、まあ、ノントロップとありますので、まあ、あまり早すぎないということは意識していただきたいと思います。はい、で274小節目からなんですけれども、で、ここ の音形なんですけれども、この音形 の進行上、この5弦の方だと最初の S をオクターブ下げて弾くべきっていうふうに考えるかもしれないんですけれども、ここはもうこの書いてある通りになりますので、まあ、くれぐれもこの5弦はオクターブ下げることがないようにするようにしてください。もう書いてある通りにもうこのような感じに弾いていただきたいと思います。でボーイングは今弾きましたように、最初の S をダウンしたと、もう一度2拍目でダウンで弾き直します。はい、でポジションはもう問題ないと思うんですけれども、でここはもうでポイントはもうこの正を第3ポジションで1で押さえると、その次 の S が押さえやすくなっています。はい、でその後276小節目も同じ形になるんですけれども、でその次の小節の終わりが違いますので、最後だけゲスになります。はい、でその前は最後の4拍目の裏拍の S を4で、あ、すみません、2で取ったんですけれども、ここは4で取っていただいて構いませんので、はい、もう取りやすい形でを取っていただきたいと思います。はい、そして278小節目はでギスとチス、ここを1、1というふうに取ると、次の最後の A が取りやすくなります。そして次の279小節目は、ホルツァントからさらにクレッシェンドがかかりますので、ここは回読みをします。ここは回読みをして、あたりに注意します。で最後のリタルダンドに書いてます、このギスの伸ばしは、ここはデクレッシェンドが書いてありますので、ここは回読みをせずに一読みで終わります。で最後の地図をアップで終わるようにします。はい、そしてしばらくはずっと休みがありまして、次に入ってくるのが305小節目からになります。はい、でここも最初のボーイングは最初のゲストをダウンで弾いた後に、次ももう一回ダウンで弾き直します。はい、でここのポジションなんですけれども、で今止まりましたのがゲスになります。でゲスまではもうこの第一ポジションに取りまして、でここからちょっと取りづらいんですけれども、ここから一気に第5ポジションに持っていきまして、でそうするとベイとエスが同じポジションで取りますので、で最後の、ゲスト、その次の小節の終わりで、ここを第6ポジションで2、3と取ります。はい、そして次もの306小節目も同じフレーズなんですけれども、307小節目の終わりが R になってますので、最後 のポジションの取り方だけ違くなってきますので、でその前は最後のゲスの音を2で取ったんですけれども、ここは4で取ります。はい、もうちょっと弾きますと、ここまで同じです。で、最後のこの今止まりましたこの動き、ゲスを4で取ります。で、そこから、で最後のアバベーセンで第4ポジションを使います。はい、そして308小節目からはもうそのままダウンというポジションで、で今止まりました
ました、このリタルタントの小説、311小節目。ここは、まあ、指揮者によってかなり長いあのリタルタントをかける場合もあのかなりありますので、ここはもう余裕があるように、最初たっぷり使ってて、最後途中で介入していただいて構いませんので、もうダウンからの介入で、最後の8分の3拍子になるアレッロのところを、ダウンで終わるようにしていただきたいと思います。はい、そしてその後、8分の3拍子になりますアレグロ、まあ、あの不転子ボブイコール84となっていますので、まあ、あの1拍子とあの捉えれば、まあ、そんなに速くはないんですけれども、まあ、8分だ拍子で8分オープン単位で考えるとかなり速くなります、はい、でベースは336小節目から入るんですけれども、まあ、最初 の頭拍がありませんのでその入るタイミングだけ注意するようにしてください、はい、まあ、どうしてもあの慣れない方だとフライングしてしまってあの拍の頭で入ってしまう場合もありますのでね、そこだけ注意していただきたいと思います、はい、でここからのボーイングは、まあ、これもまあいろいろ判断が分かれると思うんですけれども、まあ、最初はフルティッシモですけど、ここはあえてアップから入っていただいて、ここのトリルがついているここのポーズサウンドになります、ここをダウンになるようにしていただきたいと思います。そして、まあ、ポジションはもう今弾きましたよりもそのまま、特にこの次の340小節目もここもゲーセン1本で取っていただいて構いませんので、はい、取りやすい形で取っていただきたいと思います、はい、そして344小節目から8分の2拍子になります。で8分音符の音価はもう変わりませんので、そのまま3拍子がもう2拍子に短縮するっていうふうにあの思っていただいたら、まあ問題ないと思います。で、もうどうしても一人でリズムが取れないという場合は、もう実際 の実践の練習で、指揮者 の指揮をしっかり見ていただきたいと思います。はい、そして、で、ここからのボーイングなんですけれども、まあ、ここもかなり判断が分かれるんですけれども、まあ、最初、その前の小説、8分の3拍子がダウンになりますので、で、次のフォルツァンドなんですけれども、ここもそのまま、あのアップでその意味順でやっていただいても構いませんし、あるいはどうしてもダウンで弾きたいという場合はダウンで弾きましていただいても構いません。もうお好みのボーニングでやっていただけたらと思います。はい、今日は一旦ここまでとなります。はい、で先ほども説明したんですけれども、先ほどの274小節目からの上降形の形、そして305小節目からの上降形のこのフレーズなんですけれども、で最後の終わり方の音が違いますので、その分その最後のこのアルフタクト あのポジション、同じ音のポジションも違ってきますので、その点に注意しながら練習していただきたいと思います。はい、3回目の解説は以上になります。ではまた次回。